乱暴でございます。皆様、本日はこの動画を見ていただき大変ありがとうございます。皆様に謝らなければいけないことがありまして、なんとですね、先月ですね、発売しましたこちらの僕と札幌一番さんがコラボしたこの札幌一番ガーリックバター風油さん、こちらがですね大変人気すぎて手に入らないという状況があるみたいでですね、どこに売ってんのっていうリップがものすごい100件ぐらい来ております。皆様、こちらですね、数量限定で発売しておりますので、手に入らない地域、またはスーパー小売店あると思います。僕が大体的に宣伝したもので、大変申し訳ございませんでした。ということでですね、安心してください。この札幌一番ガーリックバター油そばっていうのはですね、実は僕がプロトタイプを開発してですね、そのプロトタイプを元にしてパッケージ化したものなんですね。なので実はですね、ほぼ同じ味が家で作れます。まあこれ言うと、ちょっとすげえ探して買ったんだけど、まあ、どうすんだっていうようなお声があると思うんですけども、そこら辺は企業努力でどこまで再現されてるかっていうような楽しみがあると思うので、このガーリックバター油そば、これね、なんとね、札幌市場の醤油ですねとニンニクで作ることができます。はい、なので、ね、この作り方を今回は謝罪の意味をやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、はい、じゃあやっていきたいと思います。まずですね、用意していただくのはこちらの札幌一番の醤油味、そしてガーリックが一かけ、あと卵一片、あとね、小ネギ、小ネギは後から冷蔵庫で出します。はい、あとバターも必要ですね。はい、まあ、それはもうやりながらやっていきますんで、詳しくは概要欄見てください。じゃあやっていきます。はい、そしたらですね、ニンニクをね、切っていきます。潰して、芯を取り除いて、します。そしてですね、ニンニク切ったらほぼ完成なんですよ、これは。じゃあこれからね、ガーリックバター油そばのガーリックバターを作っていきます。フライパンにバターを 8g、 まあこれ 10g でもいいんですけども、まあ 8g ぐらいいいかなと。でここにさっき潰したニンニク、潰してきたニンニク入れていきます。でこれでガーリックバターを作っていく。この間僕が札幌一番さんとコラボした時に出した動画がね、本当に酔っ払ってて、スタッフ止めろよっていうぐらい酔っ払ってたんですけども、これだけは言っときますけども、これ一番三条さんはね、全く関係ないので、僕が勝手に酔っ払ってやっただけなんで、クレームは全部僕にやって言ってくださいね。なぜかというと、僕が世界で一番札幌一番愛してる料理編で、弱火でほら、この感じ、この感じ。そしてですね、今回ちょっと深入りしたんですけども、まあ大体ね、このね、柴犬色、柴犬ちょっとちゃうちゃう色かな、今日はな、ちゃうちゃう色になったら器に入れていきます。ガーリックとバロア全部入れてください。でここでね、醤油味の付属のスープが小さじ1と半分入れます。これはこの醤油味のスープ、札幌一番はね、醤油味のね、人気がすげえないんだよね。でもね、醤油味はね、これね、料理に使うと化けんのよ、これ無限大よ。そしてですね、お砂糖です。お砂糖3分の1のお砂糖パラッと入れます。こうするとめちゃめちゃ美味しい。で、もうこれでもうとりあえず OK。 あとは麺を茹でていく工程に行きたいと思います。で、あとね、ここのね、小皿に余ったスープ、僕はね、札幌一番のスープはね、絶対に無駄にしたくない。なんでこの小皿にスープを入れといてください。はい、ここに白身ね、これね、油そばっていうのはね、卵黄だけ入れるんですよ。白身でね、味薄まっちゃうんだよね、油そばの場合はね。なのでここに卵黄とスープ、これをね、入れといてください。はい、じゃあですね、さっき雑に洗ったフライパンがありますんで、ここに水を500cc 入れます。でね、沸かしていきます。これでもうね、麺を茹でるだけなんでね、はい、簡単なもんですよ。あ、で、ごめんなさい、忘れてました、札幌一番の醤油って特製スパイスがついてるんで、この特製スパイスは器に入れておいてください。これがね、醤油味の肝なんですよ。はい、ここで札幌一番醤油のいきます。はい、こんな感じでございます。すぐね、ほぐれてくる。3分間茹でてる。3分間待ってやる。
ここで重要なことがあります。ここの茹で汁を大さじ1杯この丼なら入れてください。これでこれタレを作っておく。これでございます。これさらにここに茹で汁を入れます。これぐらいかな、はい、大体 120cc ぐらいでかましておく。卵白も無駄にせずに醤油味のスープができます、ね、このままだと卵白が全部固まらないんで40秒ぐらいレンジで加熱する。はい、そしたらここに麺がありました。でこいつはこうやってザルにあげてよーく水を切ります。この丼に入れます。丼に入れたら、この菜箸でよーくまとわせるこのガーリックバターを、で、ちょっと真ん中開けてもらって、で、そしたらですね、で、ここに小ネギをパラパラパラっと散らすわけですよ。で、ここにパラッとこの卵黄でございます。そして、40秒経った醤油スープ、あちち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 ちほら白身がね、具材となって生きてくるんですね。ここにもちょっとこのスープがうまいんだよこれ。そしてここに粗挽きのブラックペッパー、ちょっとねスパイスも効いてはいるんですけども、ちょっとこれ出したい。これですよ、僕が最高に美味しいと思う札幌自慢醤油味で作るガーリックバターのブラック完成です。ということで、ぜひ食べていきたいと思います。食べていきます。これはレモンさんありがとう。じゃあ、いただきたいと思います。これ絡めるんですよ、皆さん。卵黄を崩してね、混ぜて食うの油そばだから、いただきます。やっぱうめえよこれ。でも何がすごいって、このね、このガーリックバターの風味と香りをこの袋麺で再現して、生のニンニクと同じ香りが、だって袋麺の油で出せるわけないじゃん。なのにね、出せてるんですよね。これすげえよこれ。うん、このガーリックバターとこの醤油のスープがね、いい感じで合わさって、やばいのないですこれ。しかもね、つまみになる。すべての人間が美味しいと思う味してます。そしてこのこれはね、ぜひ食べてもらいたい。札幌島醤油味で作る浮雲スープね。これ卵白がちょっと雲っぽくなるから浮雲スープですので、これをやるとなんとね、卵白がその場でね美味しい具になっちゃう。あーうまっ。マジか。札幌一番醤油で油そばを作ると、なんとこんなにうまいスープがついてくるんだ。ということで、札幌一番のガーリックバター油そば、めっちゃ美味しいの、ぜひやってみてください。でもなんかスーパー4軒行っても見つからなかったっていう人もいるからね。まあそれ、あんなに探したのになんで醤油味作れるなよっていう方もいるかもしれないし、探したいけどなかったから作れて嬉しいですって方もいるかもしれないですけど、それはもうちょっとどっちかわかんないです、私は。